でも皆さんの仕事って本当に世のため人のためじゃないですか。小さい時からなんかともかく人を幸せに、人が幸せになった。だからウェディングドレスやってるんだけど、ウェディングドレスも毎日やったらみんな下に今来てるお客さんたちも、ハッピーだって、お婿さんも喜んでるしね、お母さんもね、もし私がこうブライダルやらなかったらきっと皆さんと同じ仕事をやってたと思う。この仕事をやっぱり最後まで、持ち続けて、途中でやめるとかなとかしないでね。一人でもね、多くの人をハッピーにしていただきたいですね。はい、すみません。でも病院っていろんな人が来るから楽しいでしょうね。考え方によってね、いろんな人生の方がいらっしゃる。病人の世話を毎日してると思うと、ちょっと暗くなっちゃうかもしれないけど、どうぞ頑張ってください。成人式の時に母に着物を買ってもらったんですけど、桂先生がデザインされた着物を買ってもらって、それで成人式と、あと両家の先日の顔合わせにもそちらを着させていただきました。すごい。頑張ってください。ありがとうございます。幸せです。今日先生にすごいお会いできるの楽しみにしてきました。すみません、ありがとうございます。よろしくお願いします。やっぱりすべてね、私例えば学校の先生の制服なんていうのをやりましたね。それはやっぱり生徒がその先生を見て どう感じるかなっていうこと、それを大事にするでしょ。だからやっぱり元気に皆さんなってるってことが一番大事よね、他の何よりも。仕事に精力はねかかんないでしょ。だからお仕事はいろいろ違うと思うんですけど、みんなにそのハッピーになってもらうためには、まずその皆さん方がハッピーにならないと、ぜひ頑張ってくださいね。今も下に土曜日が一番お客さんも多いんですよ。昔はね、寿退社って大体結婚が決まると女の人は職場を辞めたわけ。この頃もう辞めないでしょ、女の人が職場をね。そうすると結局やっぱり土日に仮縫いとか試着とかにこう来るわけですよ。多分日曜日は2人でどっかへ出かけるのかなと思うんだけど、土曜日はそれをしないと。土曜日はそういうね、衣装とか買い物とかそういうことをきちっとしといて、で日曜日は楽しみのために使ってるのかと思うんですけど、土曜の午後っていうのはもう私も他の仕事ほとんど断って、もう結局でもやるようにねしてるわけなんですね。ともかく皆さん結婚はしてくださいよね。なかなか、ね、私なんかはやっぱり結婚したの42歳だったのね。で私の場合はもう仕事忙しくて、私はこの仕事を続けながらやってくれることを夫がまず認めるってことですけど、やめなさいなんて言われたらどうしようもないんでね。だからその頃は女性はみんな寿退社といって、結婚が決まると仕事を辞めるっていうのがねだったんだけど、今はそういう時代じゃないんですかね。実はこの7階が桂が前住んでたっていうところが今お話があったので、この螺旋階段の上が実は昔住まわれてたっていうところで、今ちょっとね、物置きになっちゃって、はい、今はちょっと以来違う用途になっちゃってますけど。飲み物は来ましたか？はい、皆さんいろいろやっぱり来た方が、例えば自分がこういうダークなものが似合うとしても、ダークだっていろいろあるわけじゃないですか。この頃ほらご存知、こんなに黒を着るっていう、どうかと思うんだけど
で白っていうのは出発の色なのね。つまり、あの白は何でもなるわけです、これから。だから出発の色だっていうので、あの子供がね、生まれた時の産着なんていうのはみんな白、どこの国でも白を着せてる。その子の人生がこれから始まるわけだから、何色になるか分かんないんでね。それで第二の人生が、まあ、一応結婚の時になってて、だから結婚の時も白だっていうことなんだけど、ぜひ何か力になれることがあればしますし、逆に皆さん方に力になってもらうことがあるかも分かりませんけど、よろしくお願いします。ありがとうございました。最後、先生とお写真を撮らせていただいて、持ち目からお願いします。